日の朝ごはんはナスと大根の味噌炒め、あとは大根の味噌汁と生酢ね、大根と、もうこれ3日ぐらい経ってね、ちょうどよく味が染みてきてちょうどいい。で、ぬか漬け、玄米ね、今炊いてるから、このお昼は玄米食べれるね。あとそうめんがね、少し余ってたので、そうめんも入れてみた。もう全部野菜だね、今日は。野菜でも量、大根とかね、かさ増ししてるんで、茄子が2本しかなかったから。今日採れたみょうがを使ってカレーうどんを作りました。みょうがもこれで最後なんでね、全部塩漬けにして保存したいと思います。